ケ c シー・リー・ローレンスは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、アダムズ郡、マクシェリーズタウン出身のプロ野球選手。ウトを右打ち。ウチ。2010年に、トロントブルージェイズと契約して、プロ入り。契約後、3カの A-9 オーバーダブルデイズで、プロデビュー。A 級、ランシングラグナッツでもプレイし、2球団合計で16試合に登板して7勝2敗、防御率2.33。 61奪三振を記録した。2011年は A 級ランシングと A 級ダニーデンブルージェイズでプレーし、2球団合計で26試合に登板して14勝9敗、防御率3.04、111奪三振を記録した。2012年は A 級ダニーデンと AA 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツでプレーし、 二球団合計で27試合に登板して9勝7敗、防御率3.87,96奪三振を記録した。2013年は、A 級ダニーデン、A 級ニューハンプシャー、トリプル A 級、バッファロー・バイソンズでプレイし、三球団合計で19試合に登板して4勝7敗、防御率4.53、63奪三振を記録した。年は、 AQ ニューハンプシャーでプレーし、26試合に登板して9勝9敗、防御率3.69、93奪三振を記録した。2015年は、AQ ニューハンプシャーとトリプル AQ バッファローでプレーし、2球団合計で27試合に先発登板して12勝14敗、防御率4.56、97奪三振を記録した。 2016年も AA 級ニューハンプシャーとトリプル A 級バッファローでプレイし、2球団合計で28試合に先発登板して8勝12敗、防御率4.17、108奪三振を記録した。2017年は開幕をトリプル A 級バッファローで迎え、4月8日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のタンパベイレーズ戦でメジャーデビュー。 5月8日に、ィーフとなった。マリナーズ時代2017年5月11日に、ウェーバー工事を経て、シアトルマリナーズへ移籍した。8月15日に、アンドリュー・アルバース、サムガビグリオのメジャー昇格に伴い、チアゴ・ビエーラと共に、オプションで参加のトリプル A 級タコマ・レイニアーズに、降格した。この年メジャーでは2球団合計で27試合に、登板して2勝3敗。 防御率6.34、52奪三振を記録した。オフの10月31日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級タコマへ配属された後、7日に FA となった。2018年1月16日にマリナーズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月28日にメジャー契約を結び、 アクティブロースター入りした。2018年12月4日に広島東洋カープと契約を結んだ。2019年のシーズン開幕直前に祖父の葬儀に参列するため一時帰国した。再来日後は2軍での調整が続いていたが、7月3日の東京をヤクルトスワローズ13回戦に NPB 初登板、初先発を果たした。しかし、村上宗隆に、 満塁ホームランを浴びるなど5回6失点の内容で敗戦投手となった。結局一軍登板はこの1試合のみに止まった。11月5日に球団から来季の契約を結ばないことを通告された。2021年3月30日、アトランティックリーグのヨークレボリューションと契約を結んだ。ありがとうございます。